何がやっぱりね異常なのかっていうと、ゴンが王と対決しない。それどころかね、ゴンは一度も愛もしないんだよね。これ何かというとね、大河ドラマの作り方なんだよ。王とゴーンを合わせることも可能だったんだよね。でもそれをあえてせずに全く別のステージで話し進めたっていうのは、歴史ものの大きい流れみたいなものを漫画の中に入れ込んでいこうとする。次にキメラアントの王様が真理に達するかどうかというクエストものになってんだ。つまり忠実な部下によって隠された真実を知るとか、自分の本当の気持ちを知るっていう、そういう自分探しみたいなものの話が中心になってしまう。あとは王が最後の最後で小麦との関係を考え直すことによって、人間とキメラアントの完全な共生というのを考えて、対等な存在として考えてっていうようなこともできたんだけどさ、子があるのが限界、個人っていうのがあるのがやっぱ限界なんだよね。独裁性のその政治劇として見ても、やっぱハンターハンターのキメラアント編っていうのはすごい面白かったと思うな。